こんにちは。ズーラシアンブラスニュースが始まりました。ナビゲーターの峰崎圭介です。3月になりましたね。今日のゲストはこんな春の季節にぴったりなクラリキャットベルガモットさんが来てくれました。みんなからはベルちゃんと呼ばれて可愛がられている人気者です。さて、そんなベルちゃんが登場するコンサートのお知らせです。8月に東京大阪で行われるズーラシアンブラスサマーミュージックフェスティバル、こちらのチケットが間もなく発売となります。この公演では初演となるコンチェルトのソリストをファンクラブの皆さんの投票によって決めさせていただいております。今年の候補者が出揃いましたので発表させていただきましょう。オセロットさん、マルゴー君、インドライオンさん、マレーバクさん、黒ヤギさん、たたきの鳥さん、メグちゃん、そしてベルちゃん、立候補したということですね。はい、皆様の清き一票をぜひよろしくお願いいたします。投票はズーラシアンブラスのアプリにて行いますので、ぜひダウンロードしてください。去年はスマトラトラさんが選ばれて新曲コンチェルトを披露いたしました。ぜひそちらの映像をご覧ください。どうぞ。なっていただいたのはズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団ということで、オーケストラの大きな編成でしたが、続いてご紹介するのは一番小さな金管50奏のコンサートです。毎年春に信州国際音楽村で行っている水仙祭り、今年も4月18日にズーラシアンブラスが登場いたします。公演名はズーラシアンブラスマニアということで、このコンサート普段はやらないようなマニアな曲を披露しますよ。あ、どうしたの？はいはいはい。うん。スマトラトラさんがそんなこと言ってたの？そうですか。1年で一番きついコンサートだったと言ってたそうです。まあ、僕もね、ライオンさんから終わった後にそんなことを聞きましたけれども、どうやらね、きつすぎて口がもげるかと思ったと。楽屋ではみんな終わった後にドヨーンとしていたそうですけれども、大きな編成だとね、メンバーがたくさんいますので交代ができますけど、金管5人しかいないとずっと吹き続けなければいけないので大変なんですよね。まあそんな中、ステージ上ではそんな苦しい素振りを一切見せずに頑張っている、ズーラシアンブラスの演奏、去年の模様がありますのでご覧ください。どうぞ。Thank you.
ては新グッズの紹介です。その名もズーラシアンポケットということで、以前販売していたズーラシアンポケットの新しいデザイン、ただいま制作中ということなんですけれども、とても小さなね、ポケットサイズの腰にパチッとこうつける感じの、タイプのカバンになっております。生地が結構薄いのでリバーシブルになっていまして、ティッシュとかハンカチとか、今だったらマスクとかね、そういうのをちょっとしまっておくときに便利なものになっております。ぜひチェックしてください。そして今日はなんとこちらズーラシアンポケット1名様にプレゼントしちゃいます。はい、応募方法は今テロップで出ていますので、皆さんどしどしご応募ください。それでは本日はこの辺でお別れです。ベルちゃんもありがとうございました。次回3月18日のニュースが、いよいよ僕が、ナビゲーターを務める最終回となっております。1年あっという間でしたね、本当に。僕からバトンタッチする新しいメンバーもご紹介しますので、ぜひ楽しみにしていてください。それではまたズーラシアンブラスニュースでお会いしましょう。バイバーイ。